です、本日はオートバックスプレゼンツスーパー GT500 2019の方へ遊びに来ています。会場はここ富士スピードウェイにいるわけなんですが、現在ね、ものすごい人の数です。メイン会場となる、こちら左手には、共産ブースが所狭しと並んでおります。スーパー GT のオフィシャルショップがある横のステージ、メインのステージでは今レースクイーンの方々がねパフォーマンスをしています。ものすごい人の数です。後ほどね、会場の方にも置いてみようと思います。今も聞こえると思うんですが、もうどこにいてもね、GT カーのものすごい爆音がね次々に聞こえてきます。ちょうど GT カーの練習走行を行っている最中なので、後でねまた映像の方を撮っていきたいと思います。さあ、ちょこちょこっと、ランダムにいろんな映像を撮ってみたいと思います。さあ現在コースの方ではポルシェのレースを開催しています。1日でいくつものレースを開催しているようです。初めて来たんですけども、ものすごいです。爆音と人々の熱狂が、コースの反対側にやってきました。本日レースに参戦する各レースチームのピット裏になります。普通じゃこう見れないような光景がね、はい、ドライバーさんの名前みたいなのも書いてありますね。出てますね、はい、すごい、去年の GT300 チャンピオンって書いてありますね。この大きな箱の中にレーシングカーを格納してこのレース会場まで富士スピードウェイまで来てるみたいですね。はい、お願いします。リンコちゃん、はい、かわいい、ありがとうございます。綾乃ちゃん、はい、ありがとうございます。あ、これは何ですか。アメちゃんです。 ありがとうございます。現在ですね、ピットの中に車が収納されていて、そこに、各チームのレースクイーンの方々がピットの前でプロモーションを行っています。とにかくね、もうカメラを持った人たちがたくさんいて、近づくことができません。ざっとね、全体的な雰囲気を、ラフな感じで撮ってみようと思います。ありがとうございます。いただきました。あ、こっちもありがとうございます。リアルタイムでね、生放送もしています。ケーブルテレビで BS で生放送していて、所属権の問題でピットの方を映すことができないので、ちょっとね雰囲気だけこんな感じで、お楽しみください。これからメインイベントの GT300、GT500 の予選が開催されます。どちらもですね、予選を2本行いまして、1本目、トップ16が2本目の予選に駒を進め、そして2本目の予選でまた8台に絞られ、トップ8が、明日の決勝に進出できるそうです。いや、すごいですね。やはりこういうテクノロジーを理解した上で普段のカーライフに生かしていく、ドレスアップ、見た目だけじゃなくて理にかなったどういう部分を大切にしたいのか、こういうところからもね、なんか読み取れるような気がします。994という差で12台の車両が並んでくるという、まあ、僅差ですから、やっぱりここでエース級のドライバーを、やっぱりポールポジションを獲得したぐらいのドライバーをつぎ込んでくるという各チームの思惑というのはやっぱり分かりますね。現在ね、音が聞こえるんで始まってるだろう GT300、GT500 の、Q2、 そこら辺に散らばっているモニターを確認しながら会場の中を軽く、レポートがてら練り歩いてみたいと思います。
を使わないワックス、はい、そのままシュッとかけて、はい、拭くだけでワックス効果があると。洗車の後に、あの、いや、洗車でそのままいけます。衣類とかにも、はい、あの全然使えちゃうんで。マジですか？あ、本当ですか？うわ、ありがとうございます。皆さんいただきました。これを、まあ、マブリズムに入れてもらえばまた使えるんで。ペン型の消臭剤なんで、はい、普通は大きいじゃないですか、はい、でこれ持ち運びしやすい。あ、ありがとうございます。チャンネルゲームを調べていいですか？はい、あ、お願いします。これコラボ缶でエヴァンゲリオンと、はい、エヴァ初号機走ってるのは何か関連があるんですか？あ、そうですね、 AK フィールドで同じなんで、はい、あ、こちらもよければ。あ、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。もうそんだけ喋っていただければ完全にこれ、はい、使わせていただくんで、はい、もうこの際、はい、MW は水無し選手ワックス覚えていただければと思います。 ありがとうございます。この際 500g、はい、アメリカのものなんです。二輪カーさんとかナップスターライコランさん、二輪系列に今置いてます。了解しました。四輪はこれからという形で。わかりました。ぜひありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それです。はい、ポチッとしました、はい、あ、見ちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。はい、じゃあすいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いつも見てます。あ、本当ですか？見てます。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。写真一枚いいですか？一緒に。了解しました。お願いします。ニセも入って。こんにちは、渡部です。渡部さん、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ真ん中に。でもね、チーズ。最後まで楽しんでいてください。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた。はい、日本の皆さんとのシンクロ率を上げていきましょう。はい、ということで最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。新商品のクリンビューサッド、洗浄能力も備わったワックス、これすごく撥水するんです。ガラスコートとしても効果を発揮しますので。あとホイールのクリーナー、これで窓、タイヤ、ボディ、ガラス全部いけます。でさらに室内のね、隙間のゴミ取り。なんで誰か誰か動画だと思わなかったんだけど、東京新名の平和です。令和初の新人賞グランプリ目指します。セブン銀行ケータリングで ATM 持ってきてます。あ、子供たちが喜ぶね、こういうミニカー系たくさん売ってますね。これはさすがに着れないけど。あ、この辺暑いんじゃないの？結構チームワコーズスタイル。悩むな、これ3000円、結構いいな。これそこら中でミニカー売ってますね、子供たちのために。ワコーズスタイル、どれでも1.100円。